レイトン教授と超文明 A の遺産これまでのあらすじ。村長の身に起こっていた奇妙な変化に気づいたレイトンは村人の証言をもとに村長が笑わなくなった原因を突き止める。おそらくあれだなと。レイトンたちは村長を笑わせるための道具を作るべくムスロ補充を探索し材料集めを始めるのだった。でなんかえのきちゃんが水晶を持ってておそらくこの先で取ってきたんじゃねえかなと。この橋じゃないなの、この橋じゃないかもなのよ。えのきびしょびしょだし向こうまで泳いだのかもよ。おーなるほどね。でもびしょびしょってことは川の近くってことかな。水晶があるのはどう考えてもこの先ですね。バレバレだね。お、すごいとこ出ましたね。あの滝の近くだな。じゃあな、ぐねぐねうねって変な橋でしたね。けど思ったより怖くなかったですよ。不安定な感じでしたけどね。ほらルーク、私の後ろでウヒャーとかレミさんとか言ってたのは誰だったかしら。やっぱ怖かったんだねルークは。目の前でスキップして歩いてる人がいたからです。大人げないですよレミさん。レミさんもレミさんですね。その様子なら帰りも楽しめそうだね。まずここでの用事を済ませてしまおう。滝の中に入るよ。おそらく滝の近くでしょう。え、滝にですか。えのきちゃんはびしょびしょでしたからね。水浴びがしたいんですか教授。おそらくあの滝の先には人が通れる道が続いてるはずさ。えのきちゃんの持っていた水晶のある場所へと続く道がね。相変わらずえのきちゃんは重要な情報を提供してくれる子ですね。わかりやすい子ですからね。先生、僕の帽子は傘じゃないんです。水なんか弾きませんよ。青色なのに。それは私の帽子もだよ。後でよく乾かせば問題ないさ。そうですよ。まあさっと行けばなんとかなるでしょう。そんなレミさん、なんとかなりませんか。ルークったら調子いいんだから。そのまま通れないとなると、どうしようかしら。ああ、なんとか。そうですね。まあ葉っぱとか使うとかね、そういう方法はありそうですが、この木すごい場所から生えてませんか。確かに崖っぷちに生えてるので今にもそうです。見た目よりもしっかりと根を張っているようだ。え、どうしようっていうんですかこれは。滝の周辺は気温が低くてなんとも心地がいいね。大自然の力恐るべし。写真を撮らなくちゃ。こんなに大きな滝はそうそうありませんね。あ、これか。うわ、あれ岩ですね。大きいな。え、あれで塞いで滝の水を止めるってことですか。それはそれでなんかいろいろなところに迷惑がかかりそうですが、ずいぶん不安定な場所にあるね。私たちは思いがけずに危険な場所にいたようだ。ここは私の出番みたいですね。ちょっとあの岩を動かして滝を止めてください。教師たちはここで待っててください。ちょっと行ってきます。わわ、レミさん、どんどん崖を登っていきますよ。相変わらず超人だな。なんという速さだ。まるで動きに迷いがない。あんな崖のどこに手をかける場所があるんだろう。お、あっという間に頂上へたどり着いたね。すげえなレミさん。ちょっと離れててください。水が飛びますよ。すげえ。なんかこれいいのかな、こんなことしちゃって。まあ後で元に戻せばいいか。あ、奥に道が。ざっとこんなもんです。滝がすごい。本当に洞窟があったんですね。レミさん、ありがとうございます。これで濡れずに済みます。ふふ、助手として当然のことよ。さあ奥へ進もう。中は薄暗いからくれぐれも気をつけて歩こう。では、おー、鍾乳洞。うん、気持ちいい。いい感じに空気が冷えてますね。大きな柱、自然物って変な形ですね。そうですね。この一帯は鍾乳洞のようだ。水晶は見つかるだろうか。なんかポイの上に見えましたけどね。これ
見れば見るほど立派な鍾乳石だな。この大きさになるまで一体どれだけ時間がかかったんでしょう。先生、なんかこれグラグラしてませんか。そうだね、不安定な形してるもんね。あの辺りなんだかキラキラしてますよ。鍾乳石とは全然違う石に見えますけど、あれってえのきちゃんが持ってた水晶じゃないですか。あれですね、どうやらあの一帯に限って透明な結晶ができてるようだ。変わった性質の洞窟だね。思ったより高いところにありますね。どうしたら取れるかな。お？揺れてますけど、この揺れもしかして滝の大岩を動かした反動。やばいじゃないですか、レミさんのせいで柱が揺れてますよ。みんなは岩陰に隠れるんだ。あの柱は私が倒そう。倒すってそんな危ないですよ。ほんの少しの衝撃を与えるだけで安全に倒せるポイントがある。そこさえ狙えば。ほう、え、これだよね。あ、やっぱ根元か。この岩を崩せば。いやでもそれだけで倒れる感じだったら、それだけで倒れんの元から不安定でしたね。間一髪だったね。怪我はなかったかい。危ないところでした。それにしてもあっけないですね、あんなに大きい柱だったのに。大きさの割に随分小さな岩に支えられていたようだからね。絶妙なバランスで保たれていたんだな。さあ道もできたことだし、水晶を分けてもらうとしよう。では遠慮なく。すごい、こんなのが。最後のピースが揃ったよ。苦労して手に入れただけの価値がある。いい水晶だね。いや、おそらく虫眼鏡だと思うんですけど、いかにもジャングルって感じの素敵な素材が集まりましたね。どんなお面ができるんでしょう。完成までのお楽しみさ。さあ集会場へ戻って村長さんの笑顔を取り戻そう。作りましょうか。チェルミさんだよね。なんかうまい具合にチェルミさんとは顔を合わせてないという設定を守っている。あなた方こんなところに来てたんですか。あら、あなたたちこんなところで奇遇ね。アメリーさん、まさか新婚旅行でここに。いきなりこんな僻地に飛んできたのか。ジャングルに。うちの旦那がこういう場所好きなのよ。冒険心をくすぐられるのかしらね。未開の地だったはずだが、ここはあまり人がね、立ち入らない場所だったんじゃないのか。ここはそういえばこんな謎が落ちていたのよ。お暇ならちょっと解いていかない。なかなかやりますね、あなた方も。巨石倒し、あ、さっきやったばっかり。この地には古代文明の残した巨石群が点在している。考古学者の研究によると、規則正しく並べられた巨石群は当時占いに使われていたという。へえ。一箇所をして全部倒せたらその年は豊作になるとされていたようだ。この写真にある巨石は倒される前のものだが、どの巨石を押せば全部を倒せるのか、君にわかるかな。おー、ドミノ倒しみたいな。あ、囲めばいいのね。はいはいはい。あ、でも簡単じゃないか。あー、一個微妙ってか、この辺が微妙じゃないですか。いけるのかな。まあ倒れそうな感じもするけどね。じゃこういって、こうみたいな。あ、てかそれしかありえなくないですか。だってこう倒れてここ行けないからね。こっからスタートしかないですもんね。
手応えのありそうな謎ですね。簡単すぎねえか。あ、やっぱそういうことじゃねえんだ。悔しいです。隅々までよく見てみよう。これは、え、でも、え、逆になんで、それしかなくないですか。引っ掛けか。よっ、ヒントを使うか。まずはどこでもいいので巨石を倒した時をイメージしてみよう。はいはいはい。倒れていた先で別の巨石が引っかかって止まる印象があったら、今度はその石から倒してみよう。いや、まあそうですよね。写真の中央部分を見ていて何か気づくことはないかな。中央の影の向きと大きさに違和感がある。ああ、なるほどね。ああ、いや、わかったわかった。なるほど。これね。ああ、でかいのが後ろにあったわけか。やられた。私だってやるんですよ。そういうことか。なんだこれは。右側に一番大きな巨石があったんだね。この年は豊作だったんだろうね。そうだったんでしょうね。さぞ。あら、正解だわ。やっぱり秘境だけあってこういう謎も自然に残ってるのね。でチェルミーさんはこうずっと向こう向いてて反応してくれないと。なるほどな。いや、ありがとう、えのきちゃん。通帳は手に入ったよ。えのきちゃん、お願いだから僕たちが渡ってくるときは橋を揺らさないで。揺らしてたのか。お兄ちゃんたちがキラキラ取っちゃうからなの。絶対見つからないって言ったのに。そういう意地悪、ルーク怖がるからやめて。私たちこのキラキラでおじいさんを笑わせに行くのよ。そうだよ。じいちゃん、じいちゃん変なの、治るの。村長さんのためにお面を作るんだ。これできっと笑ってくれるって先生が言ってるから間違いないよ。本当にキラキラで元気になるの。そしたら我慢する。えのきちゃんもおじいちゃんと一緒に大笑いできるようになるわよ。約束するわ。じゃあ行きましょうか。あ、ひとよさん。あ、謎ね。あ、ハーマイさん。ねえねえ、ちょっと寄っていきなよ。サーハイマンです。ひとよさん、お鍋の見張りはもうよろしいのですか。心配ないよ。代わりの子がもうちょっとで来るのよ。そうでしたか。あ、そうそう、さっきお鍋の中にこんなのが入ってたみたい。まあ、サイハンの口に合うかなってつまみ出してみたんだけど、どうよ。全然名前覚えてくんない。何が入ってたんですか。やばいものじゃないでしょうね。ウリボーのレース。ウリボーが入ってたってこと。ウリボーのレースが始まるよ。でも、あ、これ前やったやつの発展系かな。必ず2匹一緒に、あ、まあそうですね、前と一緒ですね。あ、でも形が違う。形が微妙に違うぞ。うわー、厄介なことになってんなこれな。あ、しまった。はい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 。あー、なるほどね。え、待って、これちょっとイメージですね。あれ動かして、
あ、これいったな。はいはいはい。謎は専門外なのだが。むず。研究者として当然だよ。ありがとう、助かったよ。君のおかげでレースを始めることができるぞ。え、ウリ棒が入ってたってこと？鍋に。なかなか手応えのある謎でした。どうもありがとう。ヤン、お口に合ったみたいで嬉しいよ。この味、人よ、覚えとくね。ところで、その謎はどうするんですか？いい出汁が取れるみたいだから、またお鍋の中に戻しとくよ。なるほど。大丈夫ですかね、その鍋は。では、先生、また、まだ村長さんは笑ってないみたいです。心の準備はいいかい、ルーク。君が考える中で一番面白い顔を用意しておきなさい。顔は大事なんだね。はい、先生、面白い顔用意しておきます。まあ、多分あれだと思うんですけど、お前の顔がもっと横に伸びれば面白いはずだけ。僕の顔はこれ以上伸びません。まあ、伸びたら面白いですけど。あ、謎か。見たことのない傘だっけよ。こんなに長いのは初めて見たっけよ。この帽子が珍しいようですね。巨魚頑丈そうだし、続きをしても絶対に負けない感じがするっけよ。続きって一体誰に勝つつもりなんですか。森の動物に決まってるっけよ。油断してると痛い目に遭うんだっけよ。森の動物ね。三重ピカラとか。森の道案内。森で迷った時、8匹の動物たちにリンゴと交換で帰り道を教わった。ネズミは1マス分、ウサギが2マス、キツネが3マス、クマが4マス教えてくれたのだが、彼らはどこにいたのだろう。同じ動物に続けて尋ねたりはしておらず、枯れ木のところに動物はいなかった。進んでる途中で別の動物に会うこともなかった。なるほど。同じ動物に続けて尋ねたりはしてないっていうのと、枯れ木にいないっていうのとがまあ重要なんですかね。これはどういうふうに考えればいいかな。これあれ、出口から考えたらいいんじゃないですか。だってこれもう限られてくるよね。クマ無理だし、キツネしか無理でしょ、これは。となると、まあ限られてくるので、あ、ダメだな。ここでクマかな。いや、違いますね。キツネ、ここでクマ、キツネ、ウサギ、キツネ、ネズミと。これでいいんじゃないですか。腕の見せ所ですね。教授、見ててくれましたか。まあ、最後から順々にやっていけば分かりやすいですね。無事に森の出口まで来れたけど、リンゴがほとんど残ってないよ。それは元も子もないね。
あいつらと来たら本当にズーズーしいったらないきよ。あなたのリンゴが取られたんですか。奥さんの腹の鋭さがあれば森の動物や教授を相手取っても結構いい勝負になると思いますよ。白熱した戦いになりそうだが私は辞退させてもらうとしよう。英国紳士だからね。レディーファーストということで。じゃあお話がありますよ村長。でも誰か来たのか。村長さんごきげんよう。先ほどお邪魔した旅の者です。あ、てか髪が長すぎてさ、髪が伸びすぎて前が見えなくなってんじゃないの。覚えとらんの。髪を切るか目が悪いかだね。覚えてないっていうのがね、やっぱ目が悪いっていうのが一番。村長さん、僕たちのこと全然覚えてないみたいですよ。大丈夫でしょうか。その謎をまとめて解いてみせるよ。今から作るものでね。懲りない奴らだけ。また何かやるつもりなのか。ひょひょ、私は楽しみだっけよ。皆さんにも手伝ってもらいましょう。この中に物を磨くのが得意な方はいませんか。磨く？それなら月夜に任せてほしいきょ。ひょひょっとツルツルにしてやるきょ。それでは月夜さんお願いします。次は物を切るのが得意な方はいませんか。なるほど、みんなでやるんだね。ぎ、つぶらな目が見てるぎり。切るのはオイラがやるよ。ギリギリの切れ味を見せるぎり。つぶらな目って言うな。ではエリンギ君、君に頼もう。最後にこのカタツムリの粘液を使って加工ができる方はいませんか。なるほど、あなたか。そいつのネバーを知ってるだと。この父竹を差し置いてネバーするとは。この加工、その加工を俺にやらせろ。父竹さん、お願いします。さあ、これで必要な人は揃ったね。先生、お面を作るのって村の人に手伝ってもらうんですか。せっかくだから僕もやりたいな。あー、なるほどね。村の人にあえて手伝ってもらうことでその技術を伝えてこれからも作れるようにみたいな感じなんでしょうね。あえて我々が手を貸すわけではなく、服それなら君には集めた材料を配ってもらおうか。だからこの現地のものでとも言ったんだね。レイトンさんはずっとこう継続して作っていけるように。もうそれだけですか。面白いお面なら僕たち作れます。おや、自信があるようだね。材料配りは私と博士が知恵を出し合って進めようと思っていたんだが。先生と博士が。じゃあ僕がやります。ではルーク、君に任せるよ。なんだこれは。思ったよりたくさんありますね。またなんかミニゲーム的なやつかな。あまり丈夫でないものも混じっていてね、長持ちしそうな材料を選びたいところだが、どうにも手間取っているんだ。おう、そうだったんですか。確かに一仕事ですね。3つの材料があればなんとか作れるはずだ。人によっては扱いにくいものもあるから誰に渡すかも考えてくれ。おう、それじゃあエリンギ君はこれ、月夜さんにはこれ、下竹さんにはこれをお願いします。あー、この材料を皆さんに渡すのだね。選び直すこともできるが、これ勝手に選びましたね。きっとこれで間違いないです。面白いものができるに違いありません。これまずさ、何を作るのかっていうのを念頭に置かないとさ、あれですよね、ダメですよね。ふむ、どれどれ。あー、この中の一つはいい材料だ。残念だが他の二つは使えなそうだね。渡した人はどうだろう。なるほど。サーハイマンさんはこの中に正解がまずあるかどうかを教えてくれて、レイドンさんはそのものがちゃんと、その人に渡ってるかっていうのをチェックしてくれるのか。この中でちょうどいい材料を持ってる人は一人だけだね。他の皆さんは戸惑っているようだ。磨く、切る、加工。そうですね、つまりルーク、君が選んだ材料のうち一つは正しく渡すべき人の手に渡ったが、それ以外は選択を間違っていたということさ。もう一度やってみます。あり得るのは多分磨くか切るですよね。あー、でもあの加工のやつもぽいんだよな。その意気だ。何度でもチャレンジしたまえ。あ、何度でもできんのか。わかりました、次こそ当ててみせます。
何度でもやれるんだったら、何度でもやれるんだったらそうですね。まあこれレンズっぽいから、あと問題は切ると加工なんだけど、いやなんとなくこれこの辺だと思うんですよね。その虫眼鏡的なさ、どうでしょうか。選んだ材料は2つ合っているね。2つか。1つの材料は渡すべき人の手に渡っ、それ以外は違うのね。これでどうですか。とりあえず選んだ材料は2つ合っているね。2つの材料は渡すべき人の手に、あ、ってことは、え、これどっちが合ってんのかわかんねえ。でもなんとなくの加工のやつは合ってんじゃねえかなって思うんですよね。だからこれを変えて、あ、この辺あれってことはさっきのやつが、ってことはこれが正解だったってことか。え、じゃあこれが違うの。あれ虫眼鏡じゃないなこれ虫眼鏡じゃないっすね。材料も人選も実に的確な判断をしたね。よくやってくれた、素晴らしい。え、結果よく分かんなくなりました。まあ本当ですか。それじゃあいよいよお面を作るんですね。でもレンズを使ってるっていうのは多分あると思うんですよ。あの水晶を使ってるって視点で、あ、材料を持っている皆さんに組み立て方を伝えるとしよう。組み立ても裏の人がやるんだ。どんな形になるのかな。言われた通りに切ってみたけど変な形切り。今日こんな形に磨くのね。どんな形になるかと思ったけど、なんだこりゃ完成しましたね。では村長さん、これをお顔にどうぞ。やっぱお面なの。あ、メガネかそうだよね虫メガネよりそっちの方がいいよね。普通にメガネか。ほんなんじゃこれは。まあでもまあ目が悪いっていうのはやっぱそうでしたね。ごきげんよう村長さん、私の顔が見えますか。やっぱ見えてなかったんですね。お、なんじゃお前たちは変な格好じゃんの。ほうほうほうほわははは。やっとよく見えたか。先生、村長さんが笑いましたよ。そんな村長が笑ったけ。なんでだけ。わかったけよ、村長さんもお面がかぶりたかったけよ。そういうことじゃないんだけど。あいつらすげえやつだな。本当に村長を笑わせちまったっけ。この村の人はメガネを見たことがなかったんですね。ちゃんと作り方もね、伝授しましたね。先生たち、村長さんの目が悪いっていつから気づいてたんですか。まあだってね、よく転ぶとかさ。博士がお祭りに参加した時、村長さんが博士の言った内容について詳しく聞きたかったのを覚えているかい。そうだよね。実際さ、その格好とかをこう面白くして、で笑わせようとした人には特に関心なかったけど、サーハイマンさんのことに関しては関心があったんですよね。こう喋ってる内容だったからね。はい、なんていうか博士がちょっと恥ずかしそうでしたね。そこじゃないんだよ。
私とルークがやったこととその次に参加した博士がやったこと、2つの芸には決定的な違いがあったのさ。見た目で笑わせるか内容で笑わせるかだから、音とか匂いとかには全然敏感だったんですよね。見るものと聞くものか、見えてないものには反応はできないからね。じゃああのラフレシアも匂いがないから転んじゃったんですよね。見た目に派手な花ではあったけど、村長さんの目にははっきりと見えなかったんだ。確かに目が悪かったら匂いもしない、色もわからない花に気づいたりなんかできませんよね。けどそれなら村長さんはどうやって村の中を歩いていたんですか？おそらく匂いでしょうね。村長さんが頼りにしていたのは鼻で感じる匂いだったのだろう。ひとよさんとかあのおばあちゃんとか、ひとよさんが広場で作るごちそうと奥さんが家で作るご飯の匂い、それが村長さんの道しるべになっていたんだ。それで道が分からなくても匂いを頼りに帰ってこれたんですね。ずいぶん今まで危ない感じでしたね。笑わない村長。密林の秘境ムスロッホを治める村長はもともとは面白い顔や変な服装を見ると笑い出してしまうほど明るい人だった。年を取るにつれてだんだん目が悪くなり、目の前の面白いものに気づかなかったのだ。これはもう普通に高齢な人になるとね、そういうのもありえますもんね。村の人たちはメガネを知らなかったんだ。どうやらまだメガネをお面だと思ってる人も多いようだね。まだ分かってないようですね。なんじゃなんじゃ、今日の祭りは一段と賑やかじゃの。おお、旅の人なんだかようわからんが、みんなの格好がすごく面白いんじゃ。喜んでいただけて何よりです。本来はこれぐらい笑いのツボが低い人だったんだな。ほわはははは、どいつもこいつもブクブク太って妙な格好じゃわい。どういうこと？レンズの歪みはいくらか。あ、そういうことね。だ、それは面白いわ。確かに残ってしまったようだね。おお、そうそう、あんた方これが欲しいんじゃろ。くれてやるわい。あ、ありがとうございます。エッグゲット。エッグを私たちに。村長さんよろしいのですか？確かにこれはわしの宝じゃった。面白くもない祭りの中、心の慰めになった卵じゃけどの、このお面をつけたらやっぱり村の連中は面白くて気のいい連中だと分かったんじゃ。もうわしは寂しくないぞい。この卵は好きに持っていくとええ。そうですね、卵のシャレも言ったし、ご好意ありがたく頂戴します。さて帰ってばあさんの卵飯でも食べるかの。村長さん、まだ帰っちゃダメっきょ。お祭りはこれからだと。お祭りはお開きじゃろ。村長さんがいつもの村長さんに戻ったのよ。今までのなんかほんの前夜祭だっきょ。みんなに心配かけた分、村長さんには大笑いしてもらってみんなの言うこと聞いてもらうっきょ。いい村ですね。ほわはは、はそりゃ忙しくなりそうじゃの。とまあそういうわけじゃ、わしらはこれから祭りの本番、村の大事な儀式を行うでの。私たちはこれで失礼いたします。村長さん、村の皆さん、どうもありがとう。また何かあったら来なさい。わしらはあんたらを歓迎するからの。では我々行きましょうか。いろいろ世話になりました。ひとよさん、お鍋が食べたかったらまた広場に来てよ。まあ、最後にいろいろ挨拶するか。じいちゃん変なのじゃなくなった。いつものじいちゃんなの。よかったね、えのきちゃん。えのきちゃんが教えてくれたキラキラのおかげだよ。えへへ、おじいちゃんありがとうね。いつものじいさんに戻ってくれたよ。本当にありがたいね。村長さんの狩りの腕も元通りになると思いますよ。そんなら張り切ってご馳走を飼ってもらわなきゃね。いや、よかった。ってことはやっぱメガネって偉大ですね。お帰りなさいませ皆様。守備はいかがでございましたか？ゲットしてきましたよ、エッグ。村長さんのご厚意でエッグをいただくことができました。
レイトン君やルーグ君はとてもユニークな一面を見せてくれてね。あれはレイモンドも見ておくべきだったな。あなたもね、サーハイマンさん。旦那様、ご謙遜はいけませんよ。ゆで卵をゆでた孫、なかなか面白ございました。見てたのか、レイモンドよ。はっ、旦那様の貴重な一面を目にできて、レイモンドは感激の極みでございます。レイモンド、どうしてそれを。お前、まさか見ていたら。出航の準備は整っておりますので、いつでもお申し付けくださいませ。新しいジョークを考えなければならないな。そうだな。先生博士、私何か思い出せそうです。記憶が戻ったのかい、アーリア。はい、荒れ果てた砂漠が見えます。かつてここには何もなかったみたいです。アスラント人はここを自然豊かな都市に変えて聖戦石を置いたようです。アスラント人がここをこういう感じにしたんだね。つまりこれだけのジャングルはアスラント人が作り出したと。最初は砂漠だったの。そうみたいです。これ以上は記憶が霞んでしまうので思い出せませんが、アスラント人の行いがこうして現代に残っているとは感慨深いね。そうだな。それじゃあそろそろ出発しようか。へえ、こういう感じで毎回記憶が戻っていくのかな。あ、ジャングルクリアと。